ったら言ってください。こんばんは。エイサクさんこんばんは。サキスキこんばんは。バイカさんこんばんは。タカさんこんばんは。ハトシくんこんばんは。ドンシマさんこんばんは。南風さんこんばんは。鎌倉さんこんばんは。ネギタこんばんは。波風さん、ハートいっぱいありがとうございます。嬉しい。わあ、めっちゃくれるやん。ありがとう。この愛しさは群青のブソディ。ああ、ハート100個受けてて、ありがとう。嬉しい、めっちゃありがとうございます。リカーズさんこんばんは。お疲れ様。宮沢さんこんばんは。今日は学校に行きました。当たり前なんですけど、学校に行って、で超今更なんですけど、学校の近くに私好きなパン屋さんがあって、好きなパン屋さんを見つけて、あったんだってなって買って帰りました。で帰ってきてからはもう課題をやろうと思ってやったんだけど、一番やらなきゃいけないやつはまだやってないです。波風さん、アイスクリームありがとうございます。アルさんこんばんは。イサムこんばんは。音うるさい？なんかどれぐらい聞こえてるのかわかんないね。パン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 ポケモンパン。そのコール本当に謎ですよね。謎っていうか、なんか面白いよね。ライネお疲れ。ルチありがとう。コールね、コール。でもなんか私そのコール初めて聞いて、なんか どっかでそのアイドルさんとかあんまり知らないから、どっか使われてるのかなって思ってたら、意外といろんなアイドルさんの曲でそのパン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 ポケモンパン言ってるなーっていう発見がありました、最近。なんか王道の普通のあれしか知らなかったんだけど、最近できたのかな、これわかんないけど。 BGM 特に気になりません、ありがとう。早速あゆたんのお歌。あゆたんの歌。エビさんギフトありがとうございます。あ、また初見さんが来た。くれないさんありがとう。アランさんこんばんは。
南風さんギフトありがとうございます。かわいい。サキスキもありがとう。そんな暇は僕にはない。グロリアユもめっちゃ好きなんだよね。キャー夢を追いかけている君にコハコさんこんにちは。知らないよね。そうラブチーノはあのコロナ禍にできたグループだからコールの文化がまあなくて、声出し OK みたいな感じで言われてもあんまり声出し出さないよね。でも別にアイは全然声出しても出さなくてもどちらでもって感じだけど、え、これさ BGM 流れてたらさ歌っちゃわない？歌っちゃわないか歌っちゃうかも今すぐに駆け抜けてゆけ夢かなその瞬間まで。 CB さんこんにちは。波風さんお星様ありがとう。ラジオ配信まいちゃんの声がこっちいいね。ありがとう、嬉しいラジオ配信いいと思うんだよ、内容は結構イサムンギフトありがとう。何パンが好きですか？チョコパン。ラミカチさんギフトありがとう。コールあるときってあーちゃんとか楽屋でどんな感じ？どういうこと？楽屋で？パンミックスは2007年頃からあるらしい。え、そうなんだ。じゃあ全然前ですね。知らなかった。コールある方がステージ楽しいかな。でも私前いたグループの時は全然コロナ禍じゃなかったんだけど、あんまりコール入らない曲とかも結構あったんで、なんかおしゃれなおシャンティーな曲みたいなのも結構あったんで、私はどちらでも大丈夫ですけど、なんか盛り上がってるようにさ見えるよね。でもね、みんな多分好みがあると思うから。松たか子って言ってみたいですいや言ってみてください。あ、でも言う機会があれかあんまりないのかな。小箱さんの聞いてみたいですやっぱだってラブっていい曲ですよね、めちゃくちゃ。ふみさんこんにちは。声援をくれるのは嬉しい。確かに、なんか自己紹介とかをした時に名前を呼んでいただけるのは嬉しいかもしれないです。あゆたんの声は耳に心地よいからラジオ配信すごくいい。ありがとう。チョコパンにコーラ合わないと思います。合いますよ、結構。
コーラは本当に何にでも合います。和食も中華もフランス料理も、フランス料理、韓国料理はもちろん。いやびっくりした。あー、でも声出しがライブ最初にやったの結構前だから覚えてないかも。中さんゲストありがとう。福南風さんゲストありがとう。パンミックスが今の形に完成したのは2015年頃。それでも結構前ですよね。だってラブドストレートだからね。そうだね。てかなんかこのサブスク、私もたまにそのライブの前とか聞くんだけど、ラブチーノのだってラブめっちゃ聞きたいって思う。もうこんなに歌っててこんなに聞いてて、スタッフさんでも飽きたとか言ってるスタッフいるぐらいなのに、全然聞きたいってなるから、マジでめっちゃ好きなんだなって思うし、なんかずっと聴いててもさ、まあ飽きない曲だなって思います。食にコーラとはまた新鮮。いやコーラは本当に何でも合うと思う。ふみさんギフトありがとうございます。あゆちゃんはどんな芸能人と会ったことあるの？どんな芸能人、どんな芸能人、でもなんか番組とかでご一緒させていただいたりとか、ドラマとか一緒に出させていただいたりしたことある方はあります。多分調べてもらえれば出てくると思うんですけど。肉まん食べながらコーラ飲んで、いいね肉まん。いやそう、今年は私中華まん全部制覇したくてなんかいつも肉まんとかあんまんとかピザまんとか王道系は食べるんですけど、なんかさファミマとかってさチーズカレーまんみたいなのが売ってたりとか、あとチョコまんとか結構売ってるじゃないですか。そういうのももう今年の冬は絶対全部食べてやろうと思って、最近はねなんかローソンのほうじ茶チョコまんみたいなやつがあったんですけど、それは食べました。本当になんか甘すぎず食べやすかったです。それなんかピザまんでもさ、いろんな種類のピザまんとかもあるじゃないですか。なんかなんて言うんだろう、なんかチーズ2倍とかなんかそういうのも食べちゃおうって思って、だから早く食べないと早く肉まんたち食べないといけない。そう飽きたって言われたんだよね、あゆまあ飽きる人もいるよね、それはいると思う。これもいい曲やな。人のところって歌詞わかんないね。だってラブ飽きないよ。ドケ大好きもいいよね。いいね、可愛いよね。振り付けもハートがいっぱいだから、ハートをいっぱい作れますね。
わお。中華まん好き、中華まん好き、中華まん結構好きですね。なんか寒い時とかはやっぱ中華まん食べたいなってなるし、いいなってなる。今日の昼はセブンの豚まん。あ、そうだよね、なんか値段が違うのもありますよね、ちょっと高いやつとか。コンビニ各社いろいろ出してるね。いやでもあゆはなんかチョコまんを本当にいつも食べたいんだけど、なんか食べたら肌荒れするかなとかいろいろ考えると食べれないから、絶対に食べるって誓ってる。ディフ2018のカラオケ覚えてます。本当ですか。テイカさんこんばんは。めっちゃ寒いすすきのの路上で食べる肉回し、いいね。やっぱでも肉まんが一番安定だよね、美味しさで言ったら。私はね、肉まんの次はね、あんまんが好きかも。こしあんのあんまんが好きかな。冷凍中華まん、冷凍中華まん結構食べますよ、楽だし朝ごはんとか。りかずさんギフトありがとうございます。サブスクフルで聞いてます、ありがとう。そうですね、これはうまさが出る曲ですね。でうまさ出ますか。途中参加で状況わかずだけどゲーム中、あ、もうやめました。でなんかゲームしたいなって思ったんだけど、ゲームしてる暇あるのかなって思って、いやないないってなって、でも配信したらみんなにも話せるしいいんじゃないって思ったけど、ちょっと集中できなくなるからやめた。他のメンバーのパート覚えてない。メモメモメモしなくていいよ。結局あゆたんの今のラブチ曲お気に入りナンバーワン、ラブチ曲おきラブチ曲お気に入りナンバーワンはだってラブかな、やっぱり。これも好きだけど、僕はピザマン。バラードないかな、ラブチ。そうだね、バラードは、でもバラードって結構難しいと思うよ、やっぱりなんか歌のさあれとかも出るし、歌いたいけど歌いたくないみたいな気持ちある。今食べたいのは焼き芋。いいね、焼き芋食べたい。ごまんのあんまん美味しそう。チョコまん食べたことないな、あんまんより美味しい。甘い、めっちゃそのチョコの塊がこう中に入ってるから甘いです。こしあんのあんこでやけどする。あ、それはわかる。あゆのお家の冷蔵庫は中華まんがたくさん。いや今はないけどね。ネギタギフトありがとう。結婚して。冷蔵庫に必ずあるものは柚子胡椒です。私柚子胡椒がすごく大好きで、何にでもつけちゃう人間なんですよ。なのでもう柚子胡椒のチューブを買ってあって、いつもあるようにしてます。この前なくなっちゃったから買いに行きました。本当に好きで、何に入れたっけな、てか足りないんだよね、なんかなんか汁物とかにも入れちゃうんで、全然一本じゃ足りなくて。他のメンバーの振り割り、他のメンバーの割り振り覚えてない。グループあるある。いやそうなんですよね、でももう4人だから覚えろよって話なんですけどね。だってラブが好きなんです。だってラブが好きなんです。聞いてたら久々にあんまん食べたくなった。食べて。
中で離れるかな、ただ信じてほしい、そんなとがだって約束だから、もしもなんかじゃなくて、あゆちゃんな全然ブラウドいけるよ。いやなんか私ね、喉あんまり強くなくて、ずっと歌ってられないタイプの人間なんですよ。だからその曲順とかもめっちゃ大事だし、ちょっとね固めようかな、コンクリートとかで喉を。これはラジオでメシテロ配信ですか？え、メシテロになってますか？じゃあ、あゆが美味しそうにさあ紹介したらいいんだよね。ふわふわの湯気が出てる肉まん鍋とかに柚子胡椒を良さそう。え、めっちゃ美味しいですよ。あと餃子とか、餃子に柚子胡椒は本当に美味しい。冬はおでんもね美味しいし、たくじさん初訪問ありがとう、フォローありがとう。昨日初めましてしてくれた方だよね、ありがとうございます、嬉しい。柚子胡椒美味しいけど強すぎてみんなその味にならない？え、ならないなんか私結構濃い味好きなので好きですね。喉強くないって意外ですな。寝れば治るんですけど一日のうちに持つ量が、量っていうのかな、あれが決まってて、だから本当に長い、多分2時間とかは歌えないですね。1時間もそのパートがあって、アイドルみたいにパート割りがあるみたいなのは大丈夫だけど、多分ずっと一人でとかは無理だと思う。たい焼きも美味しい季節。こ、栗子、あのコイキングたい焼き、たい焼き食べたい。あのお芋が中に入ってるたい焼き食べたいです。肉まん各社食べ比べ配信いや、ちょっとダメじゃないそれ、ありなんかなだって判定しないといけないってことでしょ。インスタントの醤油ラーメンも柚子胡椒入れるとまた味わい変わってよ。え、あゆもねこの前辛ラーメンに柚子胡椒を入れたんですけど、辛さが増しました。くじさん昨日ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。配信も来てくれて嬉しいです、ありがとうございます。またぜひ会えたら嬉しいです。アフリっていうラーメン屋さん知ってる？柚子胡椒なら、え、知らない。なんかラーメン屋さんとかもめっちゃいっぱいありますよね。結構ファンの皆さんにおすすめしてもらうんですけど、なかなか行けなくて、ちょっと行きたいんだけどね。アフリさんね。コーラ、柚子胡椒、あゆちゃんの好みだんだん分かってきた？なんか可愛くないよね、でも。あゆも、いちごが、いちごと、いちごオレと、あと、クッキーとチョコレートが好きですとか言いたいわ。コーラと柚子胡椒とかも誰って感じ。カラオケは1時間が限度。あ、そうですね、一人で行ったら多分そんな長いできないと思う。それからレコーディングとかも1回に何曲もやりたくないんだよね。
1日1曲にしてほしい。クオリティの高いものにしたいからね。メンバーで鍋配信したら楽しそう。確かに。したいね。鍋パー。鍋パーしますか、じゃあ。辛ラーメンに柚子胡椒って唐辛子が勝っちゃうんじゃない？え、そう、唐辛子が勝っちゃうからいっぱい入れるじゃないですか。いっぱい入れたら柚子胡椒なくなるんですよね、っていう話です。その柚子胡椒が勝つようにすると柚子胡椒なくなっちゃう。辛ラーメンにチーズ入れる人いた。え、辛ラーメンにね、チーズは美味しいよ。美味しいけど、なんかアユはあんま辛いものとチーズっていう組み合わせが多分基本的にそんなに好きではなくて、あんま入れないけど、たまに入れたくなる。そういうとこ好きだよ。ありがとう、そうやって言ってくれる、嬉しい。もっと可愛くしなさいとか言われなくてよかった。食の好みが突然ぶりっ子になる。え、いいですか、じゃあ私突然食の好みぶりっ子になって。何にしようかな。なんか可愛い食べ物言って、みんな。女の子がさ、これ好きですって言ってたら可愛いなってなる食べ物言ってください。それにするわ、今日から。変えてもらおう、プロフィール。今日はワインのボジョレーヌーヴォー解禁日だけど、愛ちゃんは飲まないか。私ワイン飲んだことないんですよ。なんかでもワインって結構アルコール強いみたいな聞くんですけど、飲んでみたいな。でもワイン、お西さんの実家か。え、カニ食べたい、カニ食べたいです、めちゃくちゃ。ラブチのパーティー配信はめっちゃ騒ぐね。本当に消費カロリーえぐいと思う、見てる方もやってる方も。あゆちゃんはもう中学生じゃない。中学生じゃないよ、もうね、大学生なの。2個も上になっちゃって、今大学3年生で頑張ってます。勝つまで柚子胡椒、そう、勝つまで柚子胡椒入れます。柚子胡椒ラーメンじゃんね。それじゃあ、マカロンフルーツパフェ。あ、え、カヌレ好きだよ、あゆ。カヌレにする。じゃあ、アイドルはイチゴじゃない。イチゴはまあそうね、イチゴでもそんな好きじゃない。パンケーキいいね。クレープ、プリン。ああ、え、あゆプリンもクレープも好き、パンケーキも好きだよ。カヌレも、カヌレはもう今日食べたもん。今日食べたぐらい好き。え、カヌレにしちゃう？ちょっとでも洒落てない？なんか大人の女性感出ない？カヌレは。なんかもっと可愛い感がいいから、パンケーキの方がいいかな。パンケーキ、じゃあちょっとパンケーキで自己紹介させてください。あ、パンケーキとプリンにするね。はい、ラブチーノの小西あゆです。好きな食べ物はパンケーキとプリンです。よろしくお願いします。どうですか、これで。これでいこう、もう、もうこれでいくしかないんだ私は。なみかじさん、ギフトありがとうございます。ガストとかサイズだとワイングラスワインがあるから、一杯だけ頼んでみると。え、サイズで友達働いてるから行くわ。フルーツ系がやっぱいいんですかね。恋の洗い、ワイン初心者におすすめ、ボジョレーヌーヴォーですか。飲んでみたい。ワインの度数は日本酒と同じくらいで、焼酎より低いけど
なんか変に酔うから。あ、そうなんだ。歌舞伎揚げシャトーブリアン、ビジネスパンケーキ、なかなか量産型の自己紹介絶対いるよね。プリンとパンケーキ好きとか言ってる人絶対いるから。かわいい。じゃあ変えます好きな食べ物はプリンとパンケーキ。今日からプリンとパンケーキが好きになりましたあゆはパンケーキとプリンが好きなの。そう大丈夫かな。いいよ、可愛さマシマシじゃあこれにしよう。もうこれにするわ。ありがとうみんな。今日から、え、でもプリンと、そうですね。でも違うんですよなんか今そういうのにツッコミ入れるのがラブチな感じ。そう、でもラブチーノってなんかメンバー結構ラブチーノって名前じゃない感じなんですけどなんかみんな好きな食べ物とかは、あ、ナホはちょっと違うかもだけど、アイムとリンとかは、リンはイチゴが好きって言ってて、アイムはマカロンが好きって言ってるじゃん。でも可愛いじゃん。これからさ、だって3人でさ活動してくってなって、じゃあリンはイチゴが好きですってなって、アイムはマカロンが好きですってなって、アイだけ柚子胡椒ですとか言ってたらもう恥ずかしいちょっとパンケーキと、じゃあそういうさ、あの外で自己紹介するときはパンケーキとプリンって言うね。フライヤーも変えよう。もうパンケーキとプリンにするわ。自分の心に正直に言って、さっき書いたのゆっくり言うとブリブリな言い方になりますよ。いや別にブリ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 な言い方はいいですよ。さすがにちょっとそこまでやっちゃうとちょっと厳しいんで、さすがに厳しくないですか。私もそういう感じじゃないんで。もうメロンソーダ T シャツ着れないのか着れる着れる着てよ。え、なんでブリブリになるからってことですか。辛ラーメンの方も可愛いよ、ありがとう。パンケーキ T シャツ作ろっか。じゃあワンマンそれでいこう。ワンマンはマカロンとイチゴとパンケーキを描いた T シャツにするわ。好きと言いつつ SNS とかに一切ね、多分これ次忘れてます私あゆちゃん好きな食べ物なんだっけとか聞かれても多分忘れちゃってる気がする。あゆむちゃんは元気 JK だからね。いや JK の時から私はコーラと柚子胡椒とお酒のおつまみが大好きでしたけどね。柚子胡椒 T シャツ欲しい。売ってそう。でもそこでオチがつくから逆にまあでもあんまり好きな食べ物とか聞かれる機会ないですね。うん、アイドルをメイクする。あゆちゃんプリンとパンパンケーキが好きです。自己紹介のままでウィキペディア編集しとこうか。いや、やめて。ちょっと待って、ウィキペディアさ、なんか変なこと書いてない？大丈夫？ちょっと不安なんですけど。なんかすごい情報まで書いてあった気がするんだよね、あゆ。なん
かこれいるみたいな情報も書いてあるんだよね。小西あゆの架空設定をプラ架空じゃないです、本物の設定です。いや架空か、じゃあ架空設定にしよう。架空だったら私ちょっと最年少がいい架空だったらちょっともう年齢は今のままでいいかな。ちょっと最年少になって身長は162センチぐらいがいいかな。しげちーさんこんばんは。で、まあ好きな食べ物はパンケーキとプリンで、で顔はまあ適当に可愛い感じにしといてもらって、誕生日は今のままがいいな。4月30日は結構気に入ってる、気に入ってるというか可愛いなと思ってるので、4月30日のままで、頭が良くなりたいかな。頭が良くて、グループの立ち位置は甘えん坊の末っ子無理さすがに無理すぎる。なんかこういう話をしてるのも恥ずかしくなってくるわ。申し訳ない、ごめんね。みんな そこからラブチーナ大人アイドルグループで、ラブチすら架空になる配信。そうですよ、いやラブチーノっていうグループはあります。そこからメンバーもみんな同じだけど、ちゃんと年齢詐称してる。ウィキペディアチェックして違うって指摘してる配信見たことあります。ちょっと今じゃあウィキペディア見よう。あ、身長160センチにしといてもらっていいですか身長159センチになってるんで160センチにしてほしいです。まあでも大まかなあれしか書いてないね その頃にバレエやピアノやバレエ、ミュージカル、ヒップホップを習っており、なんかさ、すごい子になっちゃってるなこれ好物は貝ひもなどのおつまみとコーラや三ツ矢サイダーなどの炭酸類。絵のセンスがとても独創的で、即興でイラストを描くととても個性的な仕上がりとなるため小西が吹くと言われるなんだこの紹介は、おもろいけど、いや合ってますね、大体合ってます。わすごい、これほう、なるほど。あ、間違えた間違えた。
ラブチーノをアニメ化した時用のキャラ設定リーダー的にしっかり者の長寿役でスタッフさんこき使うあゆたんみたい。え？どういうこと？しっかり者の長寿役でスタッフさんこき使うあゆたんみたい。いやなんかねスタッフさん、ああそうですか、やってみますじゃあキャリーバッグさんこんにちは。小西画伯しっかり書かれてましたね。結構詳しく独創的な絵とか書かれてたし、すごいね。じゃあ次見た時身長が160センチになってることを祈ってますね。画伯あゆちゃんは言うこととかやることが賢い感じいつもするよ。本当ですか？こんな架空の設定とか作っちゃっててごめんね嘘じゃないよあゆ、絶対さ150じゃない、160センチって言っても身長測りに行きたいな。嘘は、あ、すごい、さっき言って。とても個性的な仕上がり。そう、とても個性的な仕上がりだって。え、公式はね、変えてもらってるんだよね、あゆ。160センチにしてもらってる。はず。うん、してもらってる。あのチラシ何フライヤーの写真は、写真じゃない自己紹介のところはなってる。炭酸好き。あゆたんの描いた犬は猫熊と言われるとか。でも犬ってめちゃくちゃ難しくないですか、描くの。犬の描き方教えてほしい。二十歳超えても身長伸びるからあながち162センチは間違え、私伸びるかな、伸びてほしいな。160センチだよ、そうだよね、書き換えてフフ今度事務所でメンバー身長測定配信しよう。え、でもさ、なんか人が測るとさ違うじゃないですか。私ちゃんと機械で測りたい、あの学校とかにあるやつで測りたい、ウィーンってやつ。なほがゆうちゃんの身長超えたがってる。いや、いつの日かは超えるかもしれないけど、今は絶対追いつかれてないと思います。絶対に、なんかもう追い越したんじゃないとか言われるけど、絶対追い越してないと。あ、じゃあ告知しますね。待ってね。今週末はスパドキンフェスティバルと、週末はじゃないね、19日の日曜日はスパドキフェスティバルとオタフェスに出演させていただきます。スパドキフェスティバルはルミネゼロさんで、ライブは14時24分からになります。こちら入場特典でチェキサイン券がつきますので、ぜひラブチーノで入場していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてオタフェスはですね、グリッドで17時50分からライブがあります。こちら特典会がですね、18時25分から別会場で行われます。その会場の情報はまた上がると思うので、公式ツイッターなどをチェックしていただけると嬉しいです。
で、この特典会の最初に集合写メの特典があるので、ぜひラブチーノの特典会にも遊びに来てください。そして11月20日日曜日は大西凛生誕祭があります。恵比寿クリアートで11時20分スタートです。ご来場いただいた方に缶バッジ2個、今日作りに行ってくるって言ってた。可愛い缶バッジがもらえるので、ぜひ生誕祭の方も遊びに来てください。そして、12月の25日にクリスマスライブをやります。こちらはワンコインとなってまして、一部撮影可能曲があったりコスプレをしたりなんかもしますので、ぜひお時間がある方は遊びに来てください。クリスマス暇でしょ、みんな暇じゃないか、暇じゃない方もいると思うけど、暇な方はぜひ会いに来てください。お昼の時間帯14時何分からか、14時じゃなかった16時開演だったわ。16時からありますので、ぜひ来てください。待ってます。そして、来年2023年の2月の11日に白金高輪セレネ B2 さんにてワンマンライブがあります。こちら現在 SS チケットと A チケット SS じゃないわもうS チケットと A チケットの販売が開始しております。 S チケットにもですね、限定アクリルキーホルダーがついたり、招待チケットがついたりなど、たくさん盛りだくさんな特典がついてるので、ぜひゲットしてください。 A チケットの方はですね、19日から手売りで販売も開始しますので、手売りで買っていただけるとチェキ券がついてくるので、ぜひ現場に直接遊びに来ていただいて A チケットをゲットしていただけると嬉しいです。じゃあ、A チケットは5枚ご購入ごとに限定のブロマイド5枚セットがもらえるので、ぜひぜひネットで買う予定だったよって方は現場でゲットしていただいた方がお得になるのかなと思います。勝手に暇に暇じゃないよね、みんな忙しいよね。身長直した、ありがとう。はい、こんな感じですかね。の11月の予定はまた決まり次第告知させていただくので、公式ツイッターや私のツイッターなどもチェックしておいていただけると嬉しいです。お願いします。では終わりにしよう。ランキング読むね13位は児玉さんです、ありがとうございます。12位はバイカさん、ありがとうございます。11位はコハコさん、ありがとうございます。10位はルーちゃん、ありがとうございます。9位はサキスキー、ありがとうございます。8位はタカさん、ありがとうございます。7位は CB さん、ありがとうございます。6位はイサムーン、ありがとうございます。5位はナミカツさん、ありがとうございます。4位はのりかつさん、ありがとうございます。3位はエビさん、ありがとうございます。2位はエギタ、ありがとうございます。1位はふみさんです、ありがとうございます。パチ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 。こだまさんスタバおごった？いや、こだまさんね、スタバおごるおごる詐欺だからね。でもいいですパンケーキとプリンだよ、パンケーキとプリン好きだよ忘れないようにする、パンケーキとプリンだ。私はパンケーキとプリン、マンツーが硬い。今日みんなギフトいっぱい投げてくれてありがとう。では皆様、来週じゃない、もうさ、明後日なんですよね。昨日ライブがあったからなんか不思議な感じだけど、明後日しあさってお会いできる方はお会いしましょう。では急に始めた配信でしたけど、見に来てくれて、聞きに来てくれてか、ありがとうございました。またねー、バイバーイ、おやすみなさ、ちょっと早いか、バイバーイ、ありがとう。
じゃあねー、バイバーイ。